本で行くのでしょう。で、まあ、あらゆる海外の渡り歩いたこと、私が今やってること、最初に自己紹介で仕事ということを、ちょっと躊躇しましたが、地図に詳しい人、地図業界、この知識や技術、感性を持つ人同士のコミュニケーションに限られがちです。よく私がいろんな町の話、いろんな地域の話をすると、詳しいですね、もっと喋ってください、イベントにしましょうとか言われるんですけど、変な話、私よりよっぽど詳しい人たくさんいるなと、私の頭の中で何人も思いつきます。特に私は地形と歴史には比較的弱いものなので、それだったらこういう人いるよって言うんですけど、問題はそういう詳しい人たちがなかなか知られていなくて、そういう詳しい人たちに多くの人がなかなかアクセスできていないということです。なので、この人たちがこの人たちの中で話しているということは、それ以外の多くの人になかなか広く伝わらないということが、私は気になっていました。ということで、私の強みが何かあるとすると、まあ、空想地図っていうのもそうなんですけども、いろんな海外を渡り歩いていることによって、その地図業界に詳しいという地図業界から、それ以外の多くの人にどういうふうにして伝えるのか、その翻訳屋さんとして、例えば経済、政治に詳しい人、その政治家とか経営者というか、政治や経済の当事者ですね。ですけど、池上彰という人は政治家でも経済学者でもないのですが、それを全然知識がない人に伝えるのがうまい、そういった専門のお仕事をしている方です。で、あの方こそまさに翻訳屋さんだと思うんですが、それを分かりやすく伝えるということですね。なので、こういった地理情報というのをどういうふうにして、それ以外の多くの人に伝えていくのか、例えば複雑な都市の全体像の要素を分解して、あるいは比較しやすい特徴を抽出する、そして多様なセクターに伝えるためにデザインをすることもあれば、お話をすることもあれば、ワークショップで体感できるような形にもするかということで、私がやっていることは大体こういうことで、そしてこういう人がもうちょっと増えてくれるとありがたいなと思ってます。孤独なんですよということで、書籍、記事、ワークショップ、社員研修、ワークショップ、まあそんなところがあります。まあ、例えば、まあ、分かりやすいやつだと、明日のメトロという地下鉄の駅に置いてある、無料の冊子があるんですけど、これで例えば銀座線、千代田線といったものをどういうふうに鉄オタじゃない人に伝えていくかっていうことの使命構成とか、あと町田市ですね、町田市の公共施設の未来をデザインしようっていうのがあったんですが、公共施設って何なんだっていうのを、まあ、皆さんでアイデアとしてするときの措置を作ったり、あとは、隅田川海流、川沿いをどう活用するかっていうので、ここで安易に川沿いで管理しようっていう、いかにも生かした良さそうなやつをポンって出てくると、ちょっと答えを限定しすぎるので、変わって何なんだっていうところをちょっと掘って、もっと自由なアイデアが出てくるための、まあ、仕込みをしたりしました。ということで、もともとの始まりは7歳の落書きだったんですが、7歳の落書きから始まったものがいろいろな種を持っていました。まあ、今後どうなっていくのかは、まあ、私自身、さっきのタンポポの話題じゃないですけど、まあ、人のようなのに捉えている部分もあるんですが、まあ、いろんな可能性が、タンポポの話題でふって吹いても、なるべく遠いところ、そしていろんな場所に飛んでいくことを楽しみにしながら生きております。私の話は以上になります。大変だと思いますが、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。怒涛の空想地図。残り時間がまだたっぷりあるので、書きつつ、今ここ聞き逃した、この話よく理解できなかったけど、この含めて質問あるよ、ぜひぜひ。なので聞き逃したね。今なんかペン動いてますからね。じゃあ。講師陣から必死に、この授業は生徒講師関係なく必死ぐらいで重なってる。途中で空想地図を英語訳でアーバンジオフィクションっていう表現をしていましたけども、はい、やっぱりアーバンっていう言葉、その都市がやっぱり軸になってる、全体のストーリーの中ですごく伝わって
いろいろ多分ね、英語の訳を検討したと思うんですけど、他にどんな、この言葉に落ち着くのは割とスムーズにいったのか、それとも全くスムーズではないです。でもっと言うと、今でも一つに絞りきれないので、いろんな出し方をして反応を見ています。イマージナリーマップ、イマージナリーシティなどなど、それは割と直訳的なもので、ジオフィクションという単語は誰が使ってたかというと、ドイツの各地図作者がそう言ってたので、ちょっとそのドイツ人の表現を借用してこうやって出して、何か反応があってこの単語だとどういう印象になるかっていうのを、単語こういうのを出しておくと反応がもらえるかもなと思って、いろんな表現を散りばめているので、まだ定まっていません。どうなんです、ジオフィクションってどんな印象を与えるものです？割と僕はしっくりきたんですけど、僕は講師陣からよくこの言葉に気づいたなって逆に思う。ドイツの同業者の。なるほど。その方はどうも都市計画が本業みたいですけど。なんかこの言葉を使ってもらいます。オープンジオフィクションマップみたいな。何がオープンなのか。他質問。聞きたいところ。さっき和田さんは半分ぐらい止まってきましたけど、このタイミングでしか聞けないし、多分出会えないと思うので。二次創作物が結構途中で広がっていったって話があったんですけども、はい、その時の基本的なルールみたいなものって、はい、何かその元々のナボムル氏の世界観はここだけは大事にしてますみたいなことって全くルールがない。ルールはないです。ないです。ただ、ものすごくこの町にありそうだと私が思えば、ここのものとして取り入れるし、違うなと思ったら、その人の自由な想像ということでどうぞ。なるほど、するはするだけみたいな。そうですね。別にその人が、例えばゴジラみたいな感じでこの町壊すのはその人の自由なので。はい、あと、今回の話で、ナゴムルとかの地名の呼び名とかの話で触れてなかったのは、はい、あえてですか？あえてじゃない。そんなに私自身、地名に強いこだわりがあってつけてたという経緯はないので、ありそうなところはありそうなのになるべく当てはめて、8割ぐらいの正解は出していると思うんですけど、そうですね。地名、そうですね。あまり、いや、ずっとナゴムル氏を書いてきたチリ人さんというイメージだったので、ナゴムル氏の名前の由来が出てくるだろうなと思って言って聞いていたけど、まあ、結果出なかったっていうところを。最初のですね、はい、あ、中村君の話ですね、はいはい、出てこなかったですね、はい、そういうの。それは、まあ、逆に言うとそんなにこう今回の話の中では動きを置いていなかったのか、もしくははい、そうですね。なんか受けはいいんです、何言ってるかというと、一応解説をすると、なんでナゴムル氏、中村と書いてナゴムル氏なのかというと、小学校5年生の時の転入生で中村君っていう人がいて、その人を巻き込んだら彼とお互いにそれぞれの架空の地図を書くようになって、それで架空の地図を転がするんだと。で、時に彼の名前を書いていいって言ったら、読みだけは書いてくれって言われたので、中村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 じゃ厳しいしなと思って、小学校5年生の頭で考えた、ちょっと濁らせるっていう、外国人みたいな、っていうのでした、話なんですけど、そんなに重要じゃないかなっていうことと、こっ恥ずかしいんで、なるべく削ってます。そうなんですか。いや、ただその音が、やっぱりその今も瀬戸先生が琉球っぽい発音を、やっぱり小学生の頃に、はい、こうあえてその音を当てはめた、つまりそのどちらかというと、いわゆる本土の本州の日本人じゃない感が、はいはい、